さあ、当時13歳、14歳、高校になりました。もう中学生ですからね。まずは佐藤翔がいいスタートを見せている。佐藤翔がいいスタートを見せている。さあ、その後、グループが試合に行くのか。おー、翔が入ってくるか。ラバダズ、佐藤翔が、まもなく、ゴール取ったよ。そして、出てれば27番の